こんばんは、日常演舞です。本日はもうすぐというより今週末ですね、開催されるスプラスにお腹いっぱい食べるならフェスにちなんで、ファミリーのサンドイッチ、おにぎり、パスタ、それぞれ2種類ずつ食べていきたいと思います。お腹いっぱい食べるならパンかご飯かどれがいいかなと思って、またいろいろ買ってきて原価継してきた。まずはパン代表のチキンと野菜のミックスサンドから食べていきますね。やっぱりお野菜も大事です。いろいろ入っているお野菜とお肉、しっかり味わっていきますよ。ではいただきます。ファミマの何でしょうね、サンドイッチはパンかリーニー、ウィッグやパスタは普段よく行くんですけど、逆にあんまり食べる機会はないんですけどね。で、今回楽しみを思うと思って、せっかく買ったのですが、これはいいですね。しっかりパクパクと食べ進めて、じゅわっと旨味が広がってたり、時には、なんて言ったらいいんだろう。スプラのフェスが楽しみになるような味です。もっともっといっぱい食べて、フェスへの験担ぎしないとな。そろそろフェスも終わりが近づいてきている頃だと思うので、フェスも頑張らないな。あなたは出場しますか？私は何チーム出場するでしょうか？世界は動画の最後。ごちそうさまでした。まず最初に食べたローストチキンと野菜のミックスサンドは、土の中でコクのある卵サラダの旨味とチキンの味がいいわぐわっと広がってきて美味しかったです。トップバッターにふさわしいパンチ力のある一品です。次に食べたそのベーコンサンド、特級ベーコンと言いますが、正直ベーコンの旨味はそこまで感じられなかったよ。こちらも卵の旨味コクが強いので卵好きなのはおすすめですが、反対にベーコンを求めるとちょっとがっかりされるかもしれません。次に食べたナポリマザーシリーズ、パンダといくつか食べたことあるんですけど、パスタは初めてです。ケチャップの甘酢や、正確に言えばトマトの甘酸っぱさが広がるソースと、もっちりとした食感の麺の相性はバッチリで、シンプルだけど熱なくて、ナポリタンでいうとシンプルで懐かしいイメージがありますが、どこか新鮮さ、パンチの効いた部分もある商品だと思います。同じく定番中の定番といえるミートソース、自分の中でパスタっていうと一番真っ先に浮かぶのはミートソースなんですよね。で、今はそれはどうでもいいか、それはどうでもいいか、コクうまのデミソース仕立てとあるように、口の中でコクのあるデミグラスソースの旨味がブワッと広がってきて美味しかったです。同じくもっちりとしたパスタとの相性もバッチリでした。で、最後に食べたのが焼き鮭おにぎりと、これなんだ、天然紅鮭おにぎり、どちらもおにぎりで私が好きな鮭の具材ですが入っています。焼き鮭は割とシンプルな味わいなんです。紅鮭の方がより鮭の旨味が強く感じられましたし、海苔も巻かれているので、あ、海苔はどこでも巻かれてました、いわゆる三角形でどこか安心できる形になっていましたね。なのでこの鮭だけを比べた場合、自分は紅鮭をおすすめします。今回食べた中で一番美味しかったのは、やはりコクの中に旨味、そしてどこか懐かしさも味わえたファミマミートソースでした。ファミマザミートソースでした。ファミマミートソースだとちょっとパンチ力低いでしたので、今回の代表として5点とさせていただきます。今回食べた中だとパスタが代表になったのですが、プラス3フェス、私はご飯チームで参戦します。初日はライブ配信もする予定なので、そちらも見に来ていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。あなたはもし参加されるのであれば何チームで参戦しますか？ご飯チームなら共に戦いましょう。そして相手チームでもしマッチングした時はよろしくお願いします。では本日はまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。